刻いないですね。疲れが溜まってますね。ああそこはそこはこう痛くなくなりましたよね。確かに3時間なんですけど、そうです、さっきあまりの痛さに M 字開脚したら、はい、ここら辺に分かりやすい。へえ。感度的にもこの首周りとか脇のところって、うん、あのやっぱり何ですかね、切られたりするとすごい出血とかも多くなるようなところなんで、反応が強い、わかりやすいんですよ。こっちはそんなないですね、はい、やや痛いけど多分こうピンポイントじゃないですよね、コリっていうのがないですよね。ここもちろんかな、ちょっとありますね。まあ、ここ神経のね通り道でもあるんで、割とちょっとあのビリビリっとする感じだったりとかあると思います。もともと筋肉が張ってるとそこを押されるとすごいダイレクトに感じますね。怒ってますね、すごい。ここら辺、これちょっと痛いですよね。痛いです、はい、やすいですね。肩の動きがまずは良くないのかな。どうやってもなんかましょうか。これでかなり緩い感じですよね。きつさがないですよね。はい。歯がカチカチだね。それぐらいあの脱力していただいて。かなり入りやすくなってるんですけど、はいはい、痛いですか？あ、さっきの謎の激痛は、はい、ないですよね、はい、でもかなりこれでゆとりができたので、まあ、流れやすくなった感じ分かりますよね、うん、はい、薄くなりましたよね、範囲がちょっと、そうだ、うんうんうん、部屋に加湿器とかつけてますか？はい、あ、つけてはいるんですね。
インフルエンザとかかかりますか？かかったことあります？かかったことないですね、はい、お素晴らしいですね。別にあれですよね、予防接種してるわけじゃないんですよね。そうなんです、うん、意外と体強いのかもしれないですね筋肉は筋肉は強い。拾い食いとかも結構しますか？拾い食いするんですかどこで？家？家とか子供の時では普通に拾い食いしてます。はい、ああ外とかでもそんなお腹空いてたんですか？空いてました。なんか拾い食いとか雑草食べるとか流行ってたんです。あ、遊びで雑草そう。何食べれるんですか？なんか名前とかわかるんですか？なんか手当たり次第食べてた。手当たり次第食べてたんですか？すごいな、ワイルドですね。え、生で？生で。なんかより食べれる種類が多い人ほどなんか、はい、偉いみたいな。ああ、でも紙食べれるかどうかとかやってましたね。そうそう、ティッシュ食べれるとか、なんかそうそうそう、くだらない、なんかキウイフルーツの皮食べたりとかのメロンの皮食べてる先生とかいましたよ。先生が大人なのに変なの変な先生ですね。そうそう、おかしい人多いんですよ、埼玉は埼玉はなんか暇すぎてくだらないことでお店とかないですからね。あー、でも言いますよね地方はなんかやる、これでも大丈夫かな炎上炎上物件ない、ちょっと危うく足を踏み入れるところでしたね。そんなことないですよね、みんなすごい偏見がえ、でも実際地元の人が言うんすよね、大体なんかやることないからパチンコ行くんだよとか。絶対あのピコ太郎を飽きる地域っていうのも全然速さが違うと思うんですよ。東京は多分すぐ飽きるんだけど、はいはいはい、田舎になればなるほどいつまでもやってるいつまでもあんまりそう流行りが入ってこないからそうそんなそうかな大丈夫かな、これ私あんま賛同しない方がいいかもうとっくに飽きてもうそれ古いよって言ってるじゃないですか。そっか、なんかいろいろ次のものが入ってくるのって入れ替わりが早いんですね、東京の方が。でも田舎こう浸透するのがまず遅いから、あスタート来るまでにまず遅れてるそうなのかな、今ネットがあるから早いんじゃないですか普通にそれ手紙でしかやり取りできないとかじゃないからそか怒りますよ、また怒られちゃうなかったな。あ、雑草ブームなかった。雑草ブームはなかった。まあ、あと男子ですよね、そういうのやるの。なんか、あ、なんか扇風機に指入れるとかさ。あ、なんか他人の駐車場でおしっこするとか。ああ、そうですね。あったあった。ありますよね。うん、なんかあの塀の上登るとかねそうですね、ちょっと私は未だにそれはやりますけど。あ、そうなんですか高いとこ登りたくなるんですか？そうですねそうなんですね。ちょっとおしっこも言おうと思ったけど、ちょっと問題発言になったらちょっと頑張ります。あ、ちょっとそうですね、はい、あの屋外でおしっこしちゃダメですよ。そうですね、訴えられそうですね。え、なに、人んちの敷地内とかでしちゃうんですかそれはちょっと、そうですね、濁わせる。そうですね、そうですね、はい、後でこっそりそれ、案に認めてることになりますけどねまあまあ、そうですね、はい自分もなんか子供の時はトイレの感覚が身につくのが遅くて、なんかもう、まあ、結構家から遠かったのと足が遅かったせいもあるんですけど、もうダメだみたいな形で
あのよりそうだそうですね、人ん家の敷地内とかやってましたね。ああですよね、やっぱそうやりますね、駐車場とか物陰に入っておしっこするみたいなありましたね。よくでも無事だったなって思いますね。下手したらなんか変質者とかに捕まりかねないですもんね。あそうですよね、女の子だと、うん確かに無事で良かったですけど、はい、でもなんか昔ってそこまであれじゃなかったですよね。後ろ抱き状態にしてなんか茂みの方に向かってじゃあはいしーしーなさいみたいな、ありましたよ。なんかやってた気がする。なんか早く済ませたいからもう降りもしないで、降りもしないっていう要するにその子供がとことこ歩いて行ってにしないで、うん、抱っこした状態で、はいはい、早くしたいみたいな、で手伝い出したらすぐ車に戻るみたいな。いや、意外ですかね。結構やってましたよ、なんか。親子人はあんまり私はないです。あ、そうなんですね。まあ、しばらくないぞみたいな時は、うん、ペットボトルとかじゃないんだ。多分私が子供の時あんまりペットボトル主流じゃなかったですよ。なんか水筒とか持って行ってるから。なるほど、はい。へ全然話題が違いますね。関係ない。関係ない。お疲れ様でした。